こんにちは。今回はですね、初めての DIY、 これに挑戦してみようと思います。今回はですね、テーブル作りに挑戦してみたいと思います。前回キャンプに行った時にすごく思ったんですけども、やっぱりね、テーブルがないとすっごく不便でした。で、テーブルも買おうかなと思ったんですけれども、やっぱりテーブルってどうしてもいい値段がするんで、であれば作っちゃおうと。うちにキャリーワゴンがあったので、キャリーワゴンのテーブル化、これに挑戦してみたいなと思います。まずホームセンターで木材を買ってきました。カットももうしてもらってます。で、流れなんですけども、こういうことあんまりやったことがないんで、まず100均で買ってきました。ダイソーですね。ダイソーで買ってきたグルーガンを使って、まずは木材をくっつけて、その後釘で打っていこうかなと思います。とりあえずですね、こんな感じでくっつけようと思います。初のグルーガンですけど、使ってみたいと思います。